はい、こんにちは、カズボウです。トリックオアトリートということで、ハロウィンイベントやってますね。それで、ハロウィンキングっていうね、まあ、これいるんですけどね、モンスター、ハロウィンキングロード。これやってなかったんで、まあ、いけるんじゃないかな。メルトアとかね、当たったんで、まあ、ちょっと嬉しいですよね、これね。昨年、グレーツェルという魔女によって復活を遂げた伝統文化、ハロウィンパーティー。そして今年もその季節がやってくる。2年目だよね。去年はグレーツェルだったよね。ハロウィンとやらの季節は、皆さんにいたずらをし、怖がらせて盛り上がるということですか。なんと楽しそうなイベントなのでしょう。この話を広めれば、いろんな方とハロウィンとして遊べるのですね。あちらに見えるのはお化けキャンドルさんですね。それでは手始めにまず。うわ、やめろ。何すんだ。常に燃えてらっしゃるその火を消したらどうなるのか気になりまして、いたずらさせていただきました。いたずらなんてふざけるな。こちら命がかかった、灯火なんだよ。正々堂々と戦え。消したら死ぬんじゃないか。わかんないけど。ハロウィンプレスって言ってて、杖。私、ハロウィンというイベントを広めたいと思っておりまして、いたずらをして盛り上げるイベントです。そういうわけで、お化けキャンドルさんにもいたずらをさせていただいたのです。なんだって、誰かにいたずらをしていいななんて、そんな祭りがあんのか？ええ、とある書物に記してあったのです。ですから本当のことですよ。いたずらしても脅かしてもハロウィンって言ったら済むなんて魔法みてえな言葉だな。もう解釈間違ってるぞ。それは分かったけどよ、この火を消すのはやめてくれよな。火が消えたら死んでしまうんだよ。なんですって？そうとは知らず、大変失礼いたしました。次は、違ういたずらを考えておきます。分かってくれたならいいけどよ、面白くて優しめのいたずらを頼むぜ。俺もとっておきのいたずらを考えておくぜ。だからドアのとこにサランラップ仕掛けて、顔面のとこにサランラップ仕掛けたりとか、そういう話だ。今度うちの親父にやってやろうかなと思ってるけどね。背中にアジの開きのいたずら書きしていいって言ったらバカ野郎って言われましたから、ね、さて次はどんないたずらにしましょう。この辺りはよく魔物が行き来する通り道ですが、あ、そうだ、いいことを思いつきました。お前なんだかヘンテコな格好してるな。何の衣装なんだ。ヘンテコとは失礼な、ハロウィンのための清掃ですよ。ハロウィンの伝道師として旅しています。なんでキングスライムだろうな、中身ね。そのハロウィンってのは一体どんなものなんだ。気になりますか。喜んでお教えしますので、こちらへどうぞ。おーって、うわー、いたずら大成功です。こうしていたずらを仕掛けることがハロウィンですよ。言って、よくもやってくれたな。覚悟しろ。まあ瞬殺案件ですね。くそ、腕っぽしも強いなんて。落とし穴のいたずらでそこまで怒らせてしまうとは思いませんでした。ハロウィンのいたずらとは難しいですね。あの落とし穴がハロウィンだというのか。ハロウィンとしてあなたにいたずらをさせていただいたのです。なかなかいい深さの落とし穴でしょ。なるほどなって、そうはならねえよ。深すぎて命の危機を感じちまったぜ。おや、気合を入れて掘りすぎましたか。命に関わるハロウィンだね。実際にされてみるとわかるだろうよ。今度お前の通り道にもっと深い穴を掘っておいてやるからな。
いたずらをしていたずらし返される。ハロウィンっぽくなってきましたね。とても楽しみにしていますよ。いたずらし返されるのを喜ぶなんて変なやつだな。だがこれがハロウィンってものなんかね。なんかお菓子もらったりするよね。ちゃんととんがりあんだね、冠の下に。おや、あちらに見えるのは亡霊剣士さんですね。ここは一つ驚かせてみましょう。バー、こんばんは。私、ハロウィンキングです。うわあ、いたずら大成功ですね。この姿、なかなか面白いでしょ。ハロウィンキングだって、突然背後から奇襲をかけるとは、貴様、噂通りの手だれだな。だが、この亡霊剣士、遅れを取ったらやせんぞ、覚悟。これがいたずら返しというものですね。受けて立ちましょう。噂広まってんじゃないか、これ。並び替えたところでしょうがないよ。クー、これほどまでに強いとは。命だけは取らないでほしいのだが。待ってください、命を取るなんてそんなことをするつもりはありませんよ。私はハロウィンを広めるために旅をしているのです。ハロウィンとは。でも命ないんじゃないか。命の後だよね、これね。もう噂とは全く違うようだな。白くて不気味な格好をした魔物が、この辺りをうろついては片っ端から魔物を打ち負かしていると聞いていた。まさかそんな噂が立ってるなんて、伝道師として精進せねばなりませんね。次会う時までには私もとっておきのいたずらを考えておこうじゃないか。ぜひその時を楽しみにしていますよ。着々となんか、違う意味でハロウィン広げてるね。お、レッパ分回し。初回。なぜあのような噂が広まってしまったのでしょう。不気味な笑いに白くてお化けみたいな姿。まさかお前ハロウィンキングか。ええ、私がハロウィンキングです。私を知っているということはハロウィンもご存知でしょうか。各地でいたずらをして回ってるって聞くぜ。痛いのは勘弁だから、ほらお菓子だ。このお菓子をやるからいたずらしないでくれよな。お菓子、もしやこのお菓子がいたずらなのでしょうか。何言ってんだ、ちゃんとお菓子をやったんだ。足りないっていうのか。さてはこのお菓子を食べるときっとお腹を壊してしまうのでしょう。いたずらにはいたずらです。私と戦っていただきますよ。なんでそうなんだ、お菓子をあげただろう。それお菓子、そうだよね。いたずら、そうだよね、そういうことだよね。もう終わりだ。お願いします。どうか命だけは、命以外なら何でも差し出すから。いえ、私はいたずらにいたずらを仕返しただけですよ。お菓子をやったのにか。お前本当はハロウィンなんてこれっぽっちも知らないだろう。え、一体何をおっしゃってるんですか。もっとグレーツェル様を見習え。お菓子をもらったからお菓子がハロウィンに関係しているというのでしょうか。グレーツェル様といえば、とある書物で読んだハロウィンパーティーの主催者様のはず。私のハロウィンは間違っているというのでしょうね。でしょうか。でしょうね、なんて書いてないよね。よっしゃ、まあ今のとこ順調だね。レベルまだ最大まで上げてないけど、まあ覚醒はしてるからある程度いけんじゃないかな。
お菓子のことは気になりますが、ひとまず今日も旅を続けるとしましょう。おや？今年もあの季節がやってきた。お手伝いさん大募集中。ぜひハロウィンパーティー会場へ。ハロウィンパーティー会場、いたずらする者たちが集う場所のことでしょうか。伝道師を名乗り旅していましたが、本物のハロウィンパーティーには参加したことがありませんね。お菓子について何かわかるかもしれませんし、パーティーに参加することにしましょう。主催者のグレーゼル様を探さねば。すみません、グレーゼルという名の魔女をご存知ではないでしょうか。 うわー、出た、その怖い顔に白い布。ハロウィンの伝道師、ハロウィンキングだ。ハロウィンキングだって？ハロウィンと名乗っているからには良いお菓子をくれるんだろうな。ハロウィンキング、お菓子をよこすかいたずらを受けるか選べ。ここに来てもお菓子ですか。ですが私はハロウィンらしくいたずらにはいたずらで返します。おお、ここから届くの？暴走でそのぐらいか。私の勝ちですよ。ち、負けは負けだ。しょうがねえからお菓子をやるよ。お菓子ですか？いただけるものはいただいておきます。ありがとうございます。せっかくお菓子かいたずらかって言ったのに、お菓子をくれねえなんて しけてやがるな。ハロウィンキングなんて名前なのによ。すいませんが、そのお菓子とやらはハロウィンに何が関係あるんでしょうか。え、お前ハロウィンはどんなイベントだと思ってんだ。皆さんにいたずらをして楽しませる、それがハロウィンでしょ。なるほどな。どうせならグレーツル様を紹介してやるから本人に聞いてみろよ。なんとそのつもりで探していたのです。紹介していただけるとは、皆さんのいたずら楽しみですね。もう勘違いにも程があるよ。これこれこうですよって説明してるのに勘違いしてね、ちょっと注意するとさ、その勘違いの画を通してきて、自分が間違ってるって分かってももう後戻りできない人とかっているよね。まだこれでいけんのか。あなたがグレーツェル様ですね。ハロウィンキングと申します。ハロウィンパーティーに参加したいのです。素敵な格好ね。もちろんいいわよ。早速だけど私が作るお菓子のための素材を運んできてほしいの。え、お菓子をわざわざグレーツェル様が作られるんですか？お菓子はハロウィンに必要なのですか？何言ってるの？ハロウィンといえばお菓子に決まってるでしょ？お菓子かいたずらかって決まり文句でしょ？え、そんなにお菓子が重要だったんですか？当然よ。お菓子を求めて戦って、お菓子王を決める、それがハロウィンじゃない。それ、そうじゃねえし、ねえんじゃねえか。ハロウィンとはいたずらがメインのイベントではなかったのですね。とんでもない勘違いをしていたようです。だとしたら一大事です。伝道師として正しいハロウィンをしっかり勉強して、今後の活動を良いものにしなければ。おう、その笑み、その姿。ハロウィンキングだな。決闘の旅をしているつわもんだと聞く。俺と戦え。なんですって？どうしていつもこうなるんですか。いや、あんたが巻いたんで。頭ごなしに言わない、切れずにちゃんと話を聞く。うわあ、くそ、噂通りの強さだな。どうか私の話を聞いてください。私はハロウィンパーティーを世に広めるため、旅をしていたのです。ハロウィンとは皆さんにいたずらをし、驚かせて楽しむイベント。そう思い実行してきましたが、どうやら本物のハロウィンは違う様子。今は本物のハロウィンを勉強中なのです。お前は決闘の旅をして様々な魔物を戦う強者だと、そんな噂が広まっていたんだがな。お前のような強者との戦いを求めて、ここまで来たんだが、そこまで真剣に勉強しているならば強くは言えんな。あ、もしよろしければ私と一緒にハロウィンパーティーに参加してみませんか。もしかしたらハロウィンとしてであればまた機会があるかもしれません。
なるほど、悪くない案だな。そのハロウィンパーティーとやら参加させてもらおう。よし、次最後だね。いけっかな。まあ、風とドルマだよな。まあ、変わらないんだよね。お菓子の素材もよし、村の飾り付けもよし、立派なハロウィンパーティー会場になってきましたね。ふさわしい飾り付けに仮装、戦いのご褒美のための特別なお菓子、お菓子王になるために腕を競い合う。ただいたずらするだけがハロウィンだなんてとんだ嘘を広めてしまいましたね。今までは間違っていたかもしれないが、これで正しいハロウィンを知れたんだ。これから頑張ればよいだろう。はい、何より皆でお菓子を食べて笑顔になる。とても素晴らしいイベントですね。お前がそこまで喜んでいる姿を見ると俺まで嬉しくなってくるな。ハロウィンを成功させようじゃないか。もちろんですとも。準備中だというのに興奮が抑えられませんね。キングレオさん、お願いがあります。ハロウィンの一環としてお菓子をかけて戦ってもらえませんか。それはいい、ハロウィンのいい思い出になりそうだ。本気でいくぞ、ハロウィンキング。ハロウィンキングとキングレオだ。なんか急激に硬くなってないか。後ろやられちゃって。おお、ハロウィンボムだ。まあレベルこっち最大じゃないからな。私の勝ちですね。お菓子はいただきますよ。グファ相変わらず強いな。だが次は負けんぞ。二人ともいい戦いぶりね。まだお菓子が全部焼けていないけど随分盛り上がっているのね。最初はわざわざお菓子をかけて戦うなど変な祭りだと思ったが、やってみると楽しいものだな。仲間と一緒にパーティーを開くとこんなにも楽しいんですね。おとなしくしていられませんよ。ハロウィンの素晴らしさを分かってもらえたようで何よりだわ。すっかり伝道師らしくなってきたわね。本当のハロウィンを知ることができました。おかげさまで、これからの旅は今まで以上に良い生活が、活動ができそうです。ハロウィンの伝道師として、このハロウィンキング、これから精進してまいりますよ。ほい。ということで、仲間一人も倒されずクリアは、まあ別に、なんだろうね、他のキャラ外してもいけるでしょうし、ね、お、結構経験値もらえんね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、またイベント開催されるでしょうからね。まあ、その時やればいいかな、ね。これで全部じゃないか。ああ、レベル110にしたら一番上全部3000もらえるね。よし。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。